1909年7月24日、イギリス、リンカンシャー州スタンフォードで、ヘイグは生まれた。ヘイグの家は狂信的なキリスト教徒で、ヘイグは理不尽なまでに厳しく育てられる。子供の頃のヘイグは真面目で、頭もよく優等生であった。それは、聖書を完璧に暗記するほどの頭の良さだ。また、動物が好きで、生き物に非常に愛情を注いだ。しかし、一方で血を舐めて、味わうという隠れた、異常な趣味も持っていたのだ。ヘイグには幼少の頃から、止血症の症状があった。そして、成長したヘイグは常習的な、犯罪者と変貌する。ヘイグの最初の殺人は、財産目当ての殺人であった。ヘイグは目をつけた金持ちを、工場におびき出し、銃で射殺した。その後、ナイフで首を切り裂き、溢れる液地を持参したコップに注ぎ、思う存分、狂気を堪能する。満足するまで血を飲むと、工場にあったドラム缶に死体を入れ、なんという酸で溶かしたのだ。一気には溶けないので、何日もかけて硫酸を継ぎ足し、長時間かけて溶かしたという。ヘイグは死体さえ見つからなかったら、事件そのものが存在しないことになり、安全だと考えていた。そのようにしてヘイグは殺人を繰り返した。だが、いくら硫酸といえども、跡形もなく綺麗になくなるわけではなく、胆石や入れ歯、骨などが多少は残った。また、いくら死体がなくとも、殺害された人物には遺族や知人がおり、ヘイグと接触していたのを、見たことがある人もいたのである。重要参考人として、警察の取り調べを受けたヘイグは、これまで6人を殺害したことを自供。殺害方法、死体の処理方法、血を飲んでいたことなど、すべて話した。裁判でヘイグには死刑が言い渡された。刑務所に入ったヘイグは、自分が死刑になった後、ペットの愛犬がどうなっているかを気にしていたという。そして、1949年8月10日、イギリス、ロンドンのワンズワース刑務所内で、公死刑による死刑が執行された。享年40歳。ちなみに、この男は、ゲーム、クロックタワー3に登場する、硫酸男、というボスキャラクターの、モデルとしても有名である。